今日は、結局双方からね書面出して、はい、書面を出して、はい、で最終準備書面っていうのを出してね、それはあの自転車サイトの方で後で上げとくのでそっちを見ていただくとして、意見陳述というものをまあしたんですね。で解放同盟側は先にまず原告なんで意見陳述をして、その後自転車側が陳述をするという流れになっていました。はい、と意見陳述せっかくだから水田さん読んでいません？これ私、はいはい、これこんな読むの？ここです。はい、一応あ今日はね、じゃあ宮部さんが、意見陳述を述べたんですけども、なかなかこれは僕名文で結構感動したんで読み上げます。裁判所におかれましては、はい、証拠で示された事実と法律によって判断していただくようにお願いします。はい、当たり前のことをあえて言わないといけないのは残念ですが、被告らは今までブラック問題に関することは印象と感情、政治的判断で裁かれることを何度も見てきました。無論そうではないこともあります。例えば大津地方裁判所では石原雅也裁判官が、石原千賀谷裁判官が東大見市が非公開とした童話地区施設の一覧について条例に書かれていることだからと全面公開しました。原告らはなぜかそのことには全く触れずに、被告宮部が情報公開訴訟で負け続けていると言います。しかし現実に裁判所にとってブラック問題は率直なところ厄介な問題であると思います。結論ありきで理由を後付けすれば多くの人はそのことに気がつきます。裁判所が信頼されているから判決が正しいのではなく、裁判所が正しい判断をしてこそ裁判所が信頼されるのです。ブラック問題に関係することについても行政も政治も司法も国民から疑いの目で見られています。童話といえば優遇されているのではないか、童話が関係すれば犯罪も不正も見逃されているのではないか、そのように国民が考えることもある意味偏見だしブラック差別なのかもしれません。しかし今に至るまで各機関はその不信を否定するどころか、ああやっぱりそうだったと国民に思わせるようなことを繰り返しています。日本は法治主義で国民は法律に従って適切に職務を行っていると国民が信じても、後で述べるようにそれを裏切るような行為が何年も放置されています。公務員全般が持っている童話に対する恐怖感は尋常なものではありません。日本は民主主義の国と信じてもブラック問題が関係すれば平気で情報が隠蔽される。隠蔽される。知らなかったわけじゃないよ。読めるからね。隠蔽されるし、議論すら許されない現状があります。今となってはブラック問題は決して、国民がブラックに対する偏見を持つから起こっているものではなく、政府が国民から信頼を幾度となく裏切ってたために起こっているものです。そして本訴訟は、ブラック解放同盟という政治団体と被告らの問題です。いわゆるブラック民全般は何の関係もありません。当事者とかマイノリティといった言葉がありますが、出自で人の考え方は変わりません。出自が違っても正しいことは正しいし、おかしいことはおかしいという感覚は変わりません。原告らは解放同盟という政治団体の一員という偏った立場で主張しているのであって、ブラック民の代表でも何でもありません。全国ブラック調査によれば、全国のブラック住民は当時でも数万人、解放同盟員の会員はどれだけ多く見積もってもそのうち何パーセントかに過ぎません。特別視せずに他の問題と同じように判断すればよいだけです。さて本人尋問で嫌がらせの郵便物を受け取っていたと主張した伊賀市八幡八幡支部長、三重県連委員長、中央執行委員の原告松岡克美のことについて特に重要な事項を触れておきます。原告松岡はここちょっと名前止められたんですけど、ここではちゃんと言います。そうです、ね、原告松岡は地元ブラック住民から徴収した公営住宅敷地の駐車場料金の支部の決算に計上せずに何百万円単位で自分の口座に入れていました。そして去年まで伊賀市の嘱託職員を
していましたが、勤務中に解放同盟の活動をし、さらにはヒューリや三重の人権大学の講師の報酬を得ていました。今年1月末頃に私がそのことを伊賀氏に指摘したら、原告松岡は2月5日に勤務記録を訂正して報酬を返還しました。二重報酬で不当利得を受け取ったと認めたのです。しかもこれ盾だな、ごめんなさい、はい、盾だ。八幡地区は歴史的に低所得者層が多い地域で、そのような地域の住民を食い物にした原告松岡の行為は極めて悪質です。何年も前に地元住民が中央本部に告発したのに何も処分がされていないと聞いています。このような話が私の耳に入る時点で、どれだけ解放同盟が住民から生まれているかわかるでしょう。そのことに自覚があるのかないのかわかりませんが、原告松岡は法廷に出てきて自分への嫌がらせを何も証拠もなしに被告らが原因であるかのように言いました。これは一個人の問題ではありません。幹部クラスがこのようなことをしているなら、解放同盟全体に同様の行為を認める土壌があるとしか思えません。本人尋問では部落の地名が伏せられ、部落の地名を冠した解放同盟支部の名前を言うことも拒否する原告が相次ぎました。部落に住んで部落の地名を冠した団体の役職につけば、何をやっても名指しで非難されないのでしょうか。不正をやるにあたって部落の地名が隠れ蓑として働いていないでしょうか。その三重県では県庁所在地の津市で6年以上前から市役所の職員が人権担当職員を中心に一時地会長によって私物化されていった異常な実態が被告らの調査で明らかになり、先月ついに自治会長が逮捕されました。今まさに検索すればネットニュースが出てくるし、童話とかこうの言うたなお前、全国の童話連れてきたるもんでな、などと市役所の庁舎内で自治会長が恫喝している音声等を証拠として提出している通りです。当該地域が童話地区であることは地元でも有名で、行政への不信感が広まっています。この事件について解放同盟三重県連は、6年以上異常な状態があったのに見過ごしてきたし、事件が発覚した今でも何の対応もしていません。原告松岡が三重県でやっているブラック解放運動とは一体何なんでしょうか。面倒な問題に対しては見てみるふりを一方で、弱い立場の童話地区住民を食い物にし、公金をかすめ取ってきただけではないでしょうか。被告らが間違っているというのであれば、名誉毀損で訴えればいいですし、証拠があるのだから、いくらでも対応します。原告松岡が黙っているなら事実だということでしょう。さて、ブラック解放同盟一覧について、被告らの仕業のようにあちこちで広められていますが、あれは被告らが投稿したようなものではありません。ウィキは誰でも自由に書いたり消したりできるサイトで、日々膨大な情報が書き込まれる中、そこに誰かによって投稿したものです。原告らも書いたり消したりできたし、プロバイダー責任制限法によって削除要請ができたものです。それを措置せずにいきなり訴訟を起こしたのは、訴訟をするためにわざと放置したものとしか思えません。ただそれより重要なのは全国部落調査の公表の是非です。双方にとってこれは最も重要な問題で、他の事項は些細なことといっても過言ではありません。全国部落調査についてとりあえず仮処分で出版禁止がされていますが、その理由も本裁判で原告が主張している論理も矛盾だらけです。部落の地名を公表するのは人格権侵害だと言いながら、ブラック解放同盟は部落の地名が書かれた出版物を過去に何度も出しています。それどころか一部の原告は本人尋問で教育現場で自らが部落出身だと言わせるようなことがあったとことを自白しています。自主的にやったものだと原告らは言い訳しますが、小学生までにやらせておいて自主的にやったというのは信用できないでしょう。全国の地名リストだからダメだというのであれば、例えば全国都道府県や市区町村単位ならいいのでしょうか。
それに一部の抽出まで禁じるという趣旨の請求は矛盾しています。同和事業が行われた部落では明らかにそれと分かる林保館等の同和対策施設が建設され、そして今でも多く残っています。これは顔に顔面に入れた入れ墨と同じです。そのような部落の地名を公表するなというのは、顔面に入れ墨を入れた人が自分の顔に入れ墨があるのをと公言するのは人格権侵害だと言っているようなものです。当初から原告らは自ら被差別部落出身者だと言ってきましたが、陳述書によれば部落出身ではない、ではないと認めている原告もいるし、片岡副委員長に至ってはそんなことは関係ないという趣旨のことを言い始めています。原告らが部落出身かどうか関係ないのであれば、この裁判は誰が誰の人格を権を守るもののためなのでしょうか。対等な立場の国民同士が中立的な情報についてその公表の是非を裁判所に判断してもらうというのは明らかにおかしなことであると法律の専門家ではない被告らでもわかります。強いて言えば立法府でやるべきことでしょう。あくまで部落出身という立場にこだわるならもっとおかしなことになります。司法の場で原告が部落出身かどうか一人一人判断するのでしょうか。そうであれば江戸時代に奉行所がお知らせで一人一人の身分を改めることと何も変わりません。何と言い訳しようと現憲法下の司法が絶対にやってはいけないことのはずです。また部落を特定するような情報あるいは部落差別を助長するとみなされるの情報について全国のいわゆる部落民に同時者的確があるとすれば想像を絶するようなことになります。まさに全国の同和連れてきたるもんでなという高等な無形な脅しを文句を司法が具現化することになります。だから過去の判例では集団に対する名誉毀損や人格権侵害といったものは認められていません。部落だから認められるというのであればまさしく特権です。そうなってしまえば人々は余計に部落民を自称するような人には関わりたくなくなるし、部落問題について語りくこともしたくなるでしょう。したくなくなるでしょう。原告らは陳述書で部落差別が存在する、あるいは部落差別を受けたと主張しますが、それがなぜ部落全国部落調査を出版禁止にすることと関係があるのか何も説明されていません。むしろ解放同盟の支部を結成し同和事業を要求したことで行政にも周囲にもそこは部落であるということが広められており、解放同盟員である原告らがそのような主張をすることは欺瞞に満ちています。誰よりも部落の存在を周囲に主張している原告らが特別視され不利益を被ったとしても、それは原告の個人的な事情かそれぞれの地域の事情にすぎません。それがあたかも国民全体の問題のかのように言って無関係な人を巻き込むのは許しはなりません。立ち止まってよく考えてみれば原告らがことさら被差別者だとする根拠がはっきりしないし、何の落ちともない国民を差別に加担しているかのように癒しめる、貶める、根拠も見出すことができません。なぜ原告らが矛盾に矛盾を重ねていけないかというと、これが実質的には政治的な問題であるからです。そして人権問題ではなく利権問題です。権利と利権の違いは、権利は誰にでも公平にあるものですが、利権は人々の、特権です。政治的団体である、解放同盟が部落問題についての議論や情報全般を支配する特権を得たい、他人から、批判されたくない、それだけのことです。一団体の政治的都合で公的機関を使ってどうにかして意見が異なる人に差別者のレッテルを貼って黙らせるか、もはや事件とは関係なくむしろ民主主義を否定するような試みです。さて今回は対象となる情報が正確であり信憑性が高いものであるからこそ問題とされています。全国部落調査についてそこに記載されている地名が歴史的な意味で本当に部落であるかどうかはともかく、少なくとも当時の公的団体により部落として部落と見られていた地域を含む地名が掲載されています。
多くの場合、名誉毀損や人格権侵害が争点となる裁判では情報が虚偽であるということが問題とされますが、本件訴訟はそれとは正反対だという意味で特異な裁判です。もし全国ブラック調査がいい加減なものであれば、現実の問題としてこのような裁判が提起され、ここまで長期に及ぶことがなかったでしょう。いい加減なものであれば、原告らがここまで労力をかけて集団訴訟をする必要はないし、裁判所も地名が人格権に属するといった挑戦的な判断をしなくても、検討しなくても良いはずです。とても残念なことですが、ブラック問題について真理を追求するという行為が大変危険なことであるかのよう、あることが証明されてしまったと思います。本件訴訟で意見書を提出した阿久澤真理子大阪市立大学教授のように、ろくに歴史事実を調べず運動団体の意向を沿った結論ありきの論文だけを書いておけばどれだけ楽なのか分かりません。原告らは全国ブラック調査は差別にしか利用できないと主張しておりますが、そのような主張はすでに破綻しています。いくつも証拠を提出している通り、全国ブラック調査はブラック問題に関する書籍や学術論文から何度も引用されています。そして最近ではハーバード大学法科大学院マーク・ラムザイヤー教授が2017年9月に発表した日本におけるアウトカースト政策と組織犯罪俗人給付廃止の効果という論文で、まさに被告宮部が公表した全国ブラック調査が引用されています、利用されています。この論文では同和事業が全国ブラック調全同和事業がブラックに反社会的勢力を引き寄せていたことが明らかにされています。全国ブラック調査はまさに歴史の福祉政策を研究する上で第一級の資料です。これを出版禁止にすることは日本学術研究の損失です。もし原告らの主張が認められれば、原告らの政治的主張に関する研究、例えば同和事業について批判的研究は日本国内ではできなくなり、すべてラムザイヤー教授のような外国の研究者に功績を持っていかれることになるでしょう。これは学問の自由の侵害以外何者でもありません。影響はブラック問題にだけ及びません。日本歴史、地理、知史の研究は甚大な損害を受けるでしょう。単にブラック調査に、全国ブラック調査にあるように、ブラックは非常に多数点在し、歴史や地理を研究する上で、それらは避けて通れない、避けることができないというだけではありません。地名が個人の人格権に結びつくような考え方がまかり通れば、歴史学者、地理、地史学者は常に訴訟のリスクに怯えることになります。これは突拍子もない話ではなく、ある研究が誰かにとって政治的に都合が悪いと判断された場合、あるいは研究者同士の妬みといった争いが起こった場合に、人格権ということが弱い立場の研究者を攻撃するための格好の材料となることは目に見えています。地名を避けて歴史や地理の研究はできないし、ブラック問題に関係なくても、ある地域にとってマイナスになるような記述、何か特定の身分に結びつくような記述があれば、いくらでも言いがかりをつけることができます。解放同盟の方々が、宮部は同和事業の恩恵を受けた住民を妬んでいるのだということを言っているのを目にすると、哀れに感じます。解放同盟も同和事業に決してブラックに利益をもたらしていません。解放同盟に対する恐怖感は、ブラックの住民にとっても変わらないですし、原告松岡の地元のように解放同盟に食い荒らされてしまったブラックが複数あります。そのような現実を見て哀れんだことはあっても、妬んだことなど一度もありません。圧力団体に食い物にされている人々を妬ましいと思う人などいないのではないかと思います。解放同盟員の方々、傍聴者の方々、できれば裁判官の方々もぜひ実際に全国各地のブラックを訪れていただければと思います。同和地区指定されたブラック、解放同盟が組織されたブラック、同和会など他団体が
組織された部落、そして何もやらなかった部落、訪れば訪れるほど発見があります。現実を見て考えることは、問題の正しい知識を認識を広め、問題の解決を早めることはあっても、差別や偏見を広げることは決してありません。もう何十年も間、人々は部落問題について自由な議論をする機会を奪われ、時には間違った知識を植え付けられてきました。これは洗脳です。そして抑圧です。全国部落調査を多くの人が活用し、部落の正確な現状が研究され、より多くの人々が洗脳から解放されることを望みます。以上ということでした、はい、ということでですね、この傍聴に来ていた方々もこれで大変啓発されたのではないかと思います、はい、あの自分も聞いててすごく名文だったと思いますし、はい、あの素晴らしい内容だった。松岡克実のところでね、あの松岡克実の名前出すなって弁護士から怒られたけど、うん、もうそれはね、もう ここの部分が大事ですよって言ってね、そうそうそう、わざわざ弁護士からみんなに教えてるようなもんですから。ここなんかの、まあ一応三重県連委員長って言い換えたんだけど、まあ、まあ意味あんのかなと思ってたんですよね。とにかくあの松岡克実のこともあのとことも言っといたので、あの そこはちゃんとね、集まってた解放同盟の方にも、その三重県連委員長の悪事がよく、ね、広まったと思います。はい。